何にせよまた少しは賑やかになるのならこれから改めてよろしく。ヒイラギハル、君さえよければ君もえ、大我君と。ああ、もう施設に手続きを済ませてしまっているのならなかなかすぐにはそうできないだろうけど、でもハル、君がその気になったならいつでも。ちょっと待って、お姉ちゃん。タイガ。うん、そうだよ、お姉ちゃんとタイガとの約束だって、これは、本当は、君たちを、施設になんて、身寄りのない子が住むための場所にだなんて、しかも、こんなにも長く、住まわせていたくなかったんだよ。一人ぼっちでいると、それを知らない私ではないはずだと、そんな想像、それをきっと私は後悔してる。今でも。そして今、ようやく私の夢が叶う。まあ、ここで一緒に暮らしたからといって、嫌なことが何もなくなるとは言えないし、その保証なんてもちろんできやしないけど。でも、ハル、もしも可能なら、今度こそ、ハル、ちょっと待ってってば、お姉ちゃん。ねえ、お話整理し。ああ、そうだな、ごめん。お夕飯の席なのについ長話にな。つまりあの、それってこれからずっとずっと大我。うん、お姉ちゃんはそうしてほしいと願ってる。ずっとじゃなくて可能な限りね。あとは、タイガ次第かな。ほら。本気？タイガ、ここに住んじゃうの？今日から一緒？
なに？違うよ。別にタイガがここに住むからって嬉しいとか楽しそうかもとかそんなこと。じゃあ何？え？何が？私、お姉ちゃんみたいに上手にできないの。だから、本当？もちろんだよ。トウヤ可愛い。とても。ありがとう。友達いないから。タイガ意地悪だけど時々ちょっと気持ち悪いけど、でもね、タイガいっぱい遊んでくれ。ハルも考えておいてほしい。気が向いたらいつでも歓迎したいから。はい、ありがとうございます。考えておきます。
ねえ、タイガ。タイガ、あのね。そっか。じゃあ、寝る前にトランプしようね。今日だけじゃないよ。毎日だよ。弱すぎるからつまんない。うん、お姉ちゃんね、私だって練習してるんだぞ。トーヤの遊び相手になれるように。それに負けるの。トランプでマジックばっかり練習してて、トランプゲームの方はルールもあまり覚える気がないんだよ。お姉ちゃんはまだ転校する日は先だけど、この制服可愛くてつい着てきちゃった。